えー、それではインタビューよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ではいよいよ4月3日の、えー、K1 が近づいてまいりました。現在のコンディションを教えてください。そうですね。まああの試合に向けて、えー、しっかり追い込めてるんで、まあやっぱ肉体的にも精神的にもまあいい意味で追い込まれてきたっていうかあのあのはいいい意味で追い込まれてきています。はい。 会見から今日までの間で何かこう心境に変化が何かございましたら教えてください、はい、うーんそれは全然ないですねもう本当に来た時からあのやること何のために来たかっていうのはもう分かってきてるし、うん、そこに関しては何も変わってなくて、まあ、ただ、まあ、そういう発言をしてきたり、まあ、こういう場を用意してもらって、まあ、本当にいろんな人からコメントいただいたりすごい反響いただいたりして。 まあ改めて、うん、生半可な試合はできないなっていうのをすごい思いつつやっぱり温かいコメントがすごく多くて、うん、個人的にはすごく嬉しかったし、うんまあ、そういう人の期待を、ね、裏切りたくないんで、うん、しっかりやらないとなっていう気持ちはさらに強くなってますね。はい まあ今回まあ k 1に戻ってくるということで、まあ、主戦場が変わるというところで、まあ、かなりご自身も心配な部分があったんじゃないかなと思うんですがそういったいろいろファンからの声ですとかそういうのを聞いて、はい、改めてそういう声に対してどういううい印象をお持ちですかそうですすかそね本当にあの、まあ、もちろんあの、ね、いろんなコメントはもちろんありましたけどあの、まあ、その中ですごくやっぱ温かいコメント本当に多いなと思って、まあ、率直にやっぱすごい嬉しかったし、まあ、僕自身もやっぱり。 うんまあ、こういう感じで来てますけどやっぱあの迷う時もあればやっぱ沈む時もあるし、うんまあ、そういう中でやっぱそういう声をかけてもらえるとやっっぱすすごくありがたかったかっでよねで、まあ、本当にだから今は慶応がいなかった間に松倉すごい強くなってるよっていう声は結構多く言ってもらえたりしてるんで本当にそこの期待を裏切りたくない。その本当 そこをさらに想像以上の本当にやっぱすごかったんだっていうのを見せたいなっていうのがやっぱすごくあるんで、うんまあ、気合で言えば、まだめちゃくちゃ入ってますよね、だから。じゃあちょっとそれではあのーまあ、今回、けがに参戦するにあたって色々の、はいろいろ練習環境も変わっているかと思うんですが、はい、現在の練習環境がどんな感じなのか教えていただけますでしょうか。そうですねまあああのーこれねあのこ、ー チームっっててていうか、まあ、タケルとチームをやらせてもらもバ,バ,バシレウスで、まあ、こうやって練習させてもらってるんですけどあ,あとはやっぱり秋山さんとかとフィジカルもやらせてもらったり、まあ、あの75キロ今は日本人しかいないですけど、まあ、ゆくゆく外人が来るってなった時にやっぱりすごくフィジカル的な面で、えー、やっぱアジア人だと劣る部分があるのかなっていうのはやっぱ率直に思うところなんで、まあ、さらにやっぱ K−1 だとワンデーなんでそこを踏まえて。 えー、そこを見て今しっかり準備をしてってる段階ですね。まあ、もちろんやっぱルールも k 1でもともと k 1出ていましたけど、あのー、すごく変わるんで、まあ、つ掴みがなかったり、まあ、リングが違ったり、まあ、何より僕はやっぱり他団体で、まあ、チャンピオンクラスが k 1来てもやっぱりあんまりうまくいかないことって多いと思うんですけどやっぱ k 1っていう k 1は k 1であって、うん、なんかこうもう別競技っていうか、まあ、こういう。 プロモーションから、うん、本当に全然やっぱ他とは違うのかなと思うんで、まあ、そういう空気に飲まれる怖さも知ってるし、うん、そこら辺を全部、えー、踏まえて一応今のところ準備はしてるつもりです。 今武尊選手のお話も出ましたが、武尊、はいえっと、選手とはと以前から一緒に練習されていた中ういたととううことでしょうかまあ練習はジムが違ったんで、あんまり、まあ、たまに何かこうあったりしてたかもしれないんですけど、やっぱり本当にあの同い年っていうのもあるし、まあ、すごい気が合うっていうのがあって、まあ、ずっと仲良くさせてもらってて、まあ、本当に武尊がだからもやしを食ってた頃から、仲っていうか、まあ、本当にそういうところから一緒にやってきてるんで。 なんかすごい今、こうして同じチームであーまあ最終、僕は KO のチャンピオンに武尊、まあ、は天心を倒す、うん、そのためにこう今、一緒に時間を費やせて追い込めているっていうのはすごくまあ運命的な、まあ、男なんだよね別にそれはちょっと気持ち悪いですけど <laughs> まあでも本当になんか運命的なやっぱこうそういうねなんか元にいたんだなっていうのを改めて思うし、まあ、すごい心強いですよね近くにやっぱいてくれると。 今までのお二人を見ているファンからするとすごくドラマチックな展開かなというふうに思います、はい、そうですね本当にいろいろあって最終こうなるんだっていうのはやっぱ誰もやっぱ想像つかないし言って僕たちも本当に想像つかなかったことだしうんとに,ううに思いますよねでやっぱせっかくこうなったんだったらまあちゃんと結果出したいし、まあ、最高のチームを作っていきたいよねっていうのはあの常々結構話してますねはい。 ではこういう環境で今お二人で練習するという形になってどうでしょう、はい、あの成長の手応え変化の手応えというのは感じていらっしゃいますでしょうかそうですね、まああのー、成長、まあ、毎日、まあ、全力で練習をしているし、まあ、本当に立ち技で武るって一番すごいと思うし、まあ、そういう、ね、選手と一緒にやっぱ練習させてもらっているし僕も僕で。あのー、こう なんて言うんてううだろう背中を押せるっていうか引っ張れるようにやってるつもりでいるしまあそこでまああの今まではやっぱどうしてもこう後ろにいてあのただ追いかけてた部分はあるんですけど今は俺は俺でー世界一を目指してるしまあ自分でも世界一強いと思ってるんでまあそういう気持ちで一緒に練習もしてるしまあこう過ごせてるんでうんまああの数値で出るもんじゃないんでまあ簡単には言えないですけど。 まあ確実に強くなっているなという手応えはあるし、うんまあ、世界と一緒に練習しているというか、まあ、世界レベルでやれていると思うので、うん、そこに関しては自信は結構ありますね、はい、では改めてですが、まあ、今回、はい、え復帰戦ですが、まあ、ジュリオ・瀬沢親選手と対戦という形になりますが、はいはい、改めて森選手の印象を教えてください。 まあ本当にあの何回もそうなっ一緒になっちゃうんですけど、まあ、本当にタフな選手だなっていうふうに、まあ、率直に思うし、まあ、気持ちが強くて、まあ、あのそんなに話したことはないんですけど、まあ、ちょっと会見の時とかあった感じでもやっぱすごくジェントルマンっていうかあまあすごいいい人なんだいい人な,んだなっていうか、まあ、本当に格闘技を好きでやってて、うん、僕はそういう人がやっぱ好きだし、まあ、そういう人と試合をしていきたいしまあまあまあなんか今 なんかんか別に僕はいい悪いってないと思うしそう本当人それぞれで善悪はね僕決めることじゃないと思うんで分かんないんですけどまあなんか逮捕されてるやつが偉いみたいになってる風潮もかっこいいみたいな風潮はより俺は別に何もしてなくて頑張ってるやつの方が偉いと思うんでもちろんね構成してるのはすごいと思うけど何もせず頑張ってる人たちそれがんか普通みたいになってんのは俺は違うと思うし。 うん、まあ喧嘩だけど喧嘩じゃないんで、うん、やっぱまああのー、ジュリョセザール選手はやっぱそういう気持ちのいい選手だし、まあ体も強いし、うん75キロっぽい本当に、ね、迫力ある試合を、えー、彼とだったらできるのかなって思ってるんで、えー、すごく楽しみですね。やっぱあのブラジル人とかすごく僕仲いい友達が多くて、すごいブラジル人大好きだし、なんかああいうね戦う時はもう。 めっちゃテンション上がってくる感じ、めっちゃ楽しみですよね。はい、ありがとうございます。まあ、そのまあジェントルマンのジリ,リオ選手ですが、はい、まあ会見の時には、選手としてというところで、はい、まあパワーは自分の方が上だという風うに、ちょっと自信を見,、はい、見せていました、はい、どうでしょう、このコメントに対して、何か思うところ、ございますか、はいはい、どうなんですか、まあ、でも、パワーありそうですよね、あのでも、まああのー、書き取りなんで、あの筋力の勝負ではないんで。 まああのここまでもまあ、すごい僕いろんな人倒してきてるし、うん、まあでもあの対世界を見たときに、えー、森選手みたいなあの体の強い、うん、選手と試合できるっていうのはすごくあの勉,勉強になるっていうかまあ、これからの今後のためにあのすごくありがたい試合だなっていうふうには思ってますねどれぐらいパワー強いのか僕自身も体感してみたいし、うん、そこでも勝負してみたいなと思うんで。 そこはあの率直にいや本当に強いなと思うし楽しみですよね、はい、ではその強力なパワーを持つ樹涼選手相手に攻略のポイントは何かイメージしてますでしょうかそうかそすねああのまあポイントっていうかまあ僕に求められているものはまあ KO だと思うのでまあかといって別に雑に殴り合って倒したいわけでもないし、うん、ポイントっていうかまあ倒すことですよね。 華やかな試合をしたいなと思ってるんで。まあ、ジュリオ選手どうこうっていうよりは、あの自分が持ってるものを全て出して圧倒しないといけないのかなっていうふうには思ってます。はい。まあ、その授業選手のパワーに対するっていうところも含めてかもしれませんが、まあ、今回まあ、公開練習であのテーマがもしございましたら教えていただけるとありがたいです。そうですね。まあ、なんかあの昔。 たけると話してた時になんか言われた言葉があって「いや思いっきり振った方がいいよ」っていう言葉をあいつが言っててかすごくそれってめちゃくちゃ単純でこう簡単なことなんですけど意外とできなくなったりする部分があったりしてなんかすごい深いなと思って今,今更今なって思うんですけど、まあ、思いっきり振り抜くことが大事っていうのがすごく。 僕の中ででは、まあ、最近特に刺さってる言葉で、まあ、すごい聞いたのはめちゃくちゃ前の話なんですけど、まあ、すごい僕の中で残ってるものがあって、うんまあ、そういうところを意識してちょっとやりました。はい、なんかこううまくこう一周回って腑に落ちたみたいな、はい、ところがあるそうですねやっぱこう前からいろんなこと言われてるし、まあ、いろんな人のね言葉だがあったりあったんですけどやっぱりこう受け入れられない部分があったり、まあ、理解できない部分ってやっぱめちゃくちゃあったと思うんですけど。 まあ本当時間が経っていろいろ経験してああみたいなことがめちゃくちゃあってまあまあ本当にこう食事の面とか練習の面とか全部そうなんですけど、まあ、これを若い時にできてたらなと思う反面、まあ、その期間があったから今こうやってできてるのかなと思うしまあそのねたられば言ってもしょうがないんで今どれぐらい全力でこの期間やれるかっていうことだと思うんで今までのそういう失敗とか経験とかそういうの全部生かして、うん、これから強く。 まあ集中して時間ないんで急いでやっていかないとなというふうには思っていいます、はいはい、ありがとうございます。 でまあ、ちょうど今、今今回ですねあのこうちょうど今盛り上がりを見せているこの75キロ戦線というところでタイトルができるかどうかというそのタイトル制定というところに向けて、はい、今は75キロ戦線で戦う各選手のこう、はい、ある意味、査定をしているような段階なのかなというような部分があるかと思います今回の、まあ、ある意味、査定試合というような意味合いを含むこの試合で、はいはい、どんな勝ち方でアピールをしたいですか、はい、僕は別に査定されているつもりはないというかあの他の人たちは。 わかんないですけどね査定しないとっていうのはあるかもしれないですけど、あのーまあ、僕は、まあ、ラスボスが <laughs> どんなレベルなのかなっていう、まあ、あとやっぱり一人、ね、そういう圧倒的な人がいないとどうしてもやっぱ進む話も進まないと思うんで査定とかじゃなくて、あのー、やっぱ圧倒的なものを見せないとうんっていうふうに思ってますね。やっっぱ、あのー、盛り上がってる まあ本当にね周りの人のおかげで、まあ、こうやって話題にしてもらってるだけなんでしっかり松倉慎太郎を見せてで松倉慎太郎すごいなってなったところであ75キロでやってるんだっていうふうに、まあ、今次 k 1のファンの人たちに見せないといけないなと思ってるんで査定っていうよりは広告っていうか、まあ、僕としては広めるための1試合だと思ってるんで。 うん、あのいかに、えー、見てもらってる会場に来てくれてるお客さんアベマで見てくれるお客さんにあの刺さる試合をできるかっていうふうに思っています、はい、ありがとうございますじゃあその75キロ戦線で、まあ、一足先に戦っていた日本人選手の神保選手と,、はいはい、とちょっと今 SNS で若干、絶戦が始まってしまったようなところがございます絶戦も久しぶりなのかなと思うんですが僕したことないですよあれ多分初めてですよ あ,のああいうのも好きじゃなかったんでで初めてです、はい、ああいう戦いを仕掛けられるということについて何かう思うところといいますかあこういうものなんだみたいな感じで言って発表して直後だったんでおやっぱ慶應すごいなとは思ったし <laughs> まあでも一つ、あのー、訂正っていうか、まあ、これから先ね絡んでくる人いると思うんですけど僕は。 ああいう口喧嘩っていうかああいうのやってなかっただけでできないわけではないんですよ。でなんなら多分僕あっちの方が得意なんでなんかやめた方がいいよっていうふうには率直に思いますなんかちょっとなんか変な感じになっちゃうんでなんか変な感じっていうかなんかもう最後俺もうどうしようみたいになっちゃって俺がこうなんであのー、まあねあ面白かったですよ <laughs> 初めてだったんであれですけどなんか まあさっき言ったあのなんてうの煽り合いとかもちろんプロなんでねあの大事な部分であるけど、まあ、やるんだったら俺はもう本当逮捕されるぐらいやってほしいしアメリカでそのなんか捕まってましたとか、まあ、そういう選手がやるんだったらかっこいいけど、まあ、それでねいやなんか普段あったらめっちゃいいやつだよみたいなもうしょうもないと思うんで僕,僕はっすよその人それぞれで違うんでなんか俺 出所したばっかかりとか俺パクられてたとかもうそれ知らんわと思うんでやっぱあのまあ格き技 K1 があのね100年続く K1 とかっていうのを目指すんであればそれはやっぱちょっと若干違うのかなと思うんで僕はやっぱりすごく普通に頑張ってる子たちがいっぱいいるしあのね全然生きることが偉いことだと思わない思わないんで僕はあのまあそういう人たちにもねまああの 僕はね正直人目めちゃくちゃいい子だと思うんでちょっとやりにくいですけどまあ,あの、ね、そういう人と戦った時に、まあ、こう学校とかね生きていく上でやっぱこう怖い人とか歩いてるとねこうどうしても自信がなくなったりちょっとこう目をそらしたりとかってあると思うんですけど、まあ、別にやればあの全然こう違うんだよっていうところを見せていきたいなっていうふうにも思うし、まあ、僕の色をあのしっかり k 1で出していきたいなっていうふうには思ってますね。 あでは、まああの、そこういうところもちょっと含めてというところでこの4月3日で初めて松倉選手を見るという K1 の新しいファンも大勢いらっしゃると思います。はいはい、改めてどんな姿でどんなインパクトを与えたいでしょうか新しいファンに向けてというところで,そうですね、まあ、本当にあの、ね、4月3日はケースフェスタなので一流の選手がみんな集まって強い選手がたくさん出ると思うんですけど、まあ、その中でも僕を見てほしいなと思うし まあこんなこと言ってるんでねしっかりあの試合で見せようと思ってるんで、うん、まああのー、その日無差別系のトーナメントがありますけどヘビー級では出せない、うん、スピード感とか迫力の中での KO を僕は見せたいと思ってるんで、うん、あの会場で見てくれる人はもちろん画面越しでも、うん、すごい映えるような試合をしたいなと思ってるんで試合数ねめちゃくちゃ多いんでみんなどっかで休憩しちゃうと思うんですけどまあ 一回目なんで、あの休憩せずに、えー、しっかり見てほしいなっていう気持ちはすごく強いんで、えー、皆さんあのまあ試合じゃまだわかんないですけど、僕の試合はぜひ見てほしいです。はい、はい。ありがとうございます。それでは最後にファンにメッセージをお願いします。本当 <laughs>、えーえー、にあのたくさん声かけていただいたりメッセージもらったりコメントしてもらったり本当にすごく。 感謝ししてるっていうかかすすごく本当に嬉しかったです、えーまあ、僕もあの、まあ、一番になるために k 1に戻ってきたし、うん、やっぱ格闘家なんで試合での結果試合が全てだと思うんで、まあ、4月3日最高の試合ができるためにするために今もう本当に死の思いで準備してるんで4月3日ぜひ応援注目よろしくお願いします。